ルドルフ・シムーントは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中に、アドルフ・ヒトラーの筆頭副官を務めていた。1944年7月20日の7月20日事件での、負傷が元で死亡した。エルザス・ロートリンゲンのメッツで軍人の家庭に生まれる。ブランデンブルク・アンデア・ハーフェルのギムナジウムに学んで、いたが、1914年8月の第一次、世界大戦の勃発によりかり、 アビトゥアに合格して陸軍に志願、父リヒャルトが率いる連隊に配属された。同年早くも、士官候補生、副官として、第2級、第1級鉄十字章を受章。将位に任官し、戦後の1921年に、バイマル共和国軍に採用され、ポツダムの不評第一級連隊に配属された。1929年から1931年まで、 第一不評師団参謀。1931年から1935年まで国防省兵務局勤務。1931年に退位。1936年に少佐に昇進。1935、36年、第18不評師団で中隊長、ついで参謀を務める。1938年1月29日、フリードリヒホスバッハの後任として、 相当アドルフ・ヒトラーの筆頭副官に就任し、その側近くに仕えてヒトラーに浸水するようになり、ナチズム信奉者となった。信頼を得た、主文とは、同年中佐、翌年大佐、1942年に、少々、1943年に中将と、異例の早さで昇進を重ねた。第二次世界大戦中の1942年10月、 相当副官と兼任で陸軍人事局長に就任し、陸軍の人事を担当した。主文とは昇進に年功ではなく実績を重視し、その結果前線勤務者の多くが急速な昇進を遂げた。また商工団に対してナチスの反ユダヤ思想に忠実であることを要求する訓示を発令している。人事については政治的従順さを重視し、また、 青少年のナチズム思想を育成するため、ヒトラー有限とに関心を払っていた。一方で有能な軍人とヒトラーとの橋渡し役を、果たし、エイリッヒ・ホンマンシュタインのフランス侵攻作戦計画をヒトラーに取り継いだのは、シュムントであった。ベルリン軍人墓地にある、シュムントの墓百9 4 4年7月20日、ヒトラーが臨席する会議に参加した際、 クラウス・フォンシュタウフェンベルク大佐がヒトラー暗殺を狙って次元爆弾を爆発させ、シュムントは重傷を負った。ラステンブルクの野戦病院に搬送されたシュムントは10月に死亡した。軽傷で済んだヒトラーは7月27日にシュムントを不評代償に昇進させ、死後の10月7日にはドイツ勲章を追贈した。シュムントの死についてヒトラーは 最良の部下を失ったと評したが、当時参謀総長だったハインツグ・デイリアンは、主軍党、プロイセンの理想主義者と評している。ありがとうございます。